皆さんこんばんは。今回はビーンズシンカーという重りを使って根魚釣りをやってみましたので、この使用感を実調シーンを交えてお伝えしたいと思います。このようにシンカーの頭の部分からラインを通して、フックにつけるという感じですね。これでご説明しますと、こちらからラインを入れて、ここからラインが出るんですかね。そして、フック、これね、専用フックがあるんですね。ここにリングがついてるんですけども、どうもこのリングがつくことによってここがちゃんと、安定してストップしてくれという、そんな感じらしいんですけども、実際にラインを通してフックをつけてみましたけども、まあ、大体こんな感じになります。ワームをつけてみましたけども、このように、ワームがね、自由に動くようになっています。確かに水中でのワームの姿勢は安定しそうですね。それでガブッとバイトしてきたら抵抗なく魚の口の中に入るという仕組みなわけですが、これも実際に使ってみないと果たして本当に理論通りに釣れるのか、なんとも言えないですね。それでは気になる実調動画本編となります。どうぞご覧ください。まあ、これはだけど、これはですね、ビーンズシンカーでだけど、これはちっちゃいですね。ルアーは、根魚大賞 2.8 インチですね。じゃあリリースします。がっつり食ってますね。はい、ビーンズシンカー 5g で、ワームが根魚大賞 2.8 インチ出ました。いや、ほんとタケノコメバルね、見た目かっこいいし、このヒレでかいでしょ。めっちゃパワーがあるんですよ。根魚の中でヒットしてから一番暴れる魚ですね、これ。Thank you.
大小 2.8 インチの組み合わせがかなり効いてますね。よっ、鉛の色になってますね。そしてね、高大将さあ、いかがでしたでしょうか。今回のポイントはさほど値が激しいところではなかったのですが、それでも値がかりはゼロ。まあ割と値がかり回避率はいい方なんじゃないかなと思います。ただし塗装はすぐ剥げますね。まあこれがね、あの無事生還したシンカーですけど、完全に剥げてしまってます。まあ剥げたとしても普通に釣れますから、まあそこまで気にする必要はないのかなと思います。で、結局ビームシンカーは使えるのかということですけども、なんとなくね、使った感想としましては、ダウンショットリグとテキサスリグの中間的な存在という印象でした。根掛かりの回避力はテキサスリグの方がまあいいのかなという感じですし、食わせる力というのはダウンショットリグの方がいいのかなと。まあですから、どうでしょうね、それほど根が激しくないけども海藻がたくさん生えているようなポイント、そういうポイントでは活躍するリグ
ではないかなと思いました。そういった意味では若狭湾で活躍できそうなシンカーかもしれませんね。よかったら一度試しに使ってみてください。それではこの度の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。